原画師イベントの噂をたくさん聞いてるけど、詳細を知らない。館長にざっくり解説。基本的にソシャゲによくあるプレイヤー感謝。イベントです。ゲームアイテムの他に限定版の印刷物もお配りします。参加条件館長レベル81以上、ゲームミッションも簡単です。要約するとログインして。 ストーリー更新文を読んで、テーマイベントを遊んで、エンドコンテンツにチャレンジ。たったそれだけ、ミッションをこなしていくと、交換アイテムが貯まります。今回の目玉商品は、地球、金星、火星の女神をフィーチャーした、崩壊サードの原画集、そして神の鍵ボックス、参加するだけで得ですよ。注意事項は所属サーバーの、 告知を参考してください。普通に遊んでいれば問題はないはずです。住所の記入ミスだけご注意すれば問題なしングなのです。新参プレイヤーについて長くご愛顧した方への感謝とウットや転売対策として優先度はつけているもののみんな参加可能です。新しく崩壊サードにいらっしゃった方もぜひお祭りに参加してください。 過去の記録では、日本サーバーは2番目くらいに競争低いです。今年は早くゴールした方に勲章をつけるので、少しは早くなるかなと予想します。一般販売について、地域によって事後販売のありなしが変わります。開催される際は、公式告知をご参考ください。 原画集イベントの紹介は以上です。もっと崩壊サードに興味を持ってくれたら嬉しいです。それでは案内人、いつも Twitter、YouTube やみほよう公式ディスコードで活動してるちびぴよでした。